るじゃん。すごいね。すごい。さんショールーム18日ありがとうございます。広島県出身22歳のヘッピーこと藤本ゆかですって言ったっけ。こんばんは。7種類あるんだ。ウニさんのアバターめちゃくちゃ作ってるんだね。すごいね。すごいすごい、そんな作れるんだ。かわいい。今日はさっき、今日はかわいい王決定戦がありました。年末リベンジ公演がありました。見てくださった方ありがとうございました。本当にそう、年末かわいいギフトありがとうございます。そう、年末リベンジ公演っていうか、もともとはなんかなんだろうな、音楽番組みたいな感じのやつだったんですけど、それをちょっとシフトチェンジして、まあリベンジ公演ということで違う趣旨になって、あざとかわいい選手権になったんですけど、今日はふさんはなんか優勝してしまったんですけど、なんかよくわからなかったです。自分の名前呼ばれないって思ってたので、普通にもうボケっとしてました。発表の時も絶対ないと思ってたので、びっくりしました。ありがとうございました。やんやん、もうね無理なのよ。もう無理なのよ。本当無理なのよ。なんかね、すごいよね。本当にみんなすごいと思う。みんなすごいと思う。さあ、考えつかない。そういうなんかキャラじゃないって言ったらダメなのかもしれないけど、よくさテレビとかでアイドルさんとかがやってるなんか萌え台詞とかこっぱずかしいし、なんか出てこない、そのワードが出てこない。何も、ダメだ。本当にすごいなと思った。いやー辛かったよ。なんかそういうのはいつもやらないからさ、やっぱでもチュリさんとかさ、エゴさんとかがお手本見せてくださった時にさ、本当にさすごいなと思った。さんちょっと出てこなかったね。ね、すごいなと思いました。さん萌えゼリフとか本当苦手、ずっと苦手なんだけど、本当出てこなかった。いやまあちょっとありがとうございます。ね、川島すごいよね。私絶対川島が優勝すると思ってたんだけど、あでもネタ枠みたいな感じですかね。で優勝させていただきましたね。ありがとうございます。非常に、でも全然なんですけどね。ありがとうございました。本当にね。ありがとうございますね。すごかったね、みんな。あ本当になんかもう気が気じゃなかった。今日もずっとキョロキョロしてた、ごめんなさい。なんかもうね、トークが気が気じゃなくて、本当に、クッキーギフトもありがとうございます。気が気じゃないって感じ、本当に。ハートありがとうございます。かわいいもありがとうございます。あ本日誕生日です。だってお誕生日おめでとうございます。いちごギフトありがとうございます。お疲れギフトありがとうございます。
がとうございます、うん、今日は楽曲披露もあって、うん、お手紙ギフトありがとうございます。ね、前のめりと花の香りのシンフォニーと制服を着た名探偵と、あと、あとハートのベクトルを4曲披露させていただきました。お手紙ギフトありがとうございます。ありがとうございます。お手紙ギフト2人今、うん、いやすごかったねすごかったね。初めて踊ったんですけど、全部マジで難しかった。もうごめんなさい。またいつかリベンジそれもできるように頑張りますね、本当に。いや先輩すごいなって思いましたね、やっぱ、うん、うんうんうん、難しかった、うんうん。ハートのベクトル K2 バージョン買ってありがとうございます。ありがとうございます。いや大変というか、あの期間がすごい短くて、なんか秒で入れて秒で出るみたいな感じだったので、なんかすごい、ああいちごありがとうございます。先輩はすごいなと思いました。どんなにスケジュールが詰まってても短い期間でもパンって踊れるから、ふさんはすごい、もう前々の前々からずっと何回も何回もやらないとね、あれなのでね、そういうのがちょっとできるようにね、一歩一歩頑張っていきたいと思います。あ、くす玉ギフトありがとうございます。全部全曲難しかったたぶん他の公演よりも、しかも曲数が多いのかな、そう、披露する曲がね、多かったのかな、うん。誰の衣装、前のめりは大山さなさんかなの衣装だった気がするな。お手紙ギフトありがとうございます。初めて踊る曲でしたね、自分でね。頑張ります。緊張した、緊張したよ。チーム E のね、ハートのベクトルも歌ったんですけどね、それはちょっとね、あのチーム E のね、アンダーには出たことなかったのでね、なんか楽しかったです。踊ったことなかった。一緒に行くよ、楽しかったですね。制服を見た着た名探偵も楽しかったです。前のめりはいい曲ですね。ねえ、非常にね、非常にね、非常にね、やんやんやややのやん。そう、かわいい曲でしたね。ダメだ、今日もねちょっと15分しかねできないです。そう、ごめんなさいね。長くできるときはほんと長くやるので、ちょっとごめんなさい、今日はできないんです。明日もどうかな。明日はでも、あ、明日はね、明日はね、チンチコチンがあるから、5時からね、ゆきさんと、ゆきさんとちんちこちんがねあるんですよ。それだから、それのアフター配信をするん
もうしなくちゃいけないんですけど、そう、それもやらないといけないんですけど、そのアフター配信もちょっとしかできないかもしれないです。本当ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、本当にごめんなさい、本当になんか一個しかできないので、わー、うん、できるときに、だからできるときにたくさんやります。そう、明日は5時からゆきさんとちんちこちんがあります。その後アフター配信をちょっとやりますね。はい、ポーズ、頑張ります。今日はありがとうございました。非常に非常に、そう、衣装も着たことない服ばっかりで嬉しかったですね。前のめりの衣装も着たことなかった、着たことあったけどそれを着て踊ったことなかったので、前のめりも難しかった。もういつか絶対リベンジする。あとなんだ、花の香りのシンフォニーの衣装もうめっちゃ可愛い、あれも嬉しかった。花の香りのシンフォニーのね衣装すっごい可愛くて、それも着れて嬉しかったし、名探偵の衣装も着てみたかったからすごい嬉しかったしね。そう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 、花の香りのシンフォニーの衣装本当に可愛い、本当大好き、可愛い、あれ可愛いなって思いました。あと K2 のね衣装、今さそれぞれのチームでさ新しいなんかあの T シャツみたいなのありますよね。そう、それはピンクのね、なんかピンクを基調とした K2 の新しい T シャツだったのでね、それぞれのチームで違う T シャツがあっていいですね。名探偵だけ衣装で分かりましたって、前のめりも衣装で分かったんじゃないかな。シンフォニーは全部その曲にねとのやつの衣装だったので、どうだろうね。エビが入ってない、そうエビ入ってるんですよ。いや可愛かったシンフォニーの衣装。前のめりはでもなんだろうな、その広告選抜とか、あとなんだろうな、そう撮影とかで着たことあったけど、シンフォニーは着たことなくて初めてだったから、あーすごいね嬉しかった。それも可愛かった可愛かった非常に。制服を着た名探偵も嬉しかったな、楽しかった。もっと頑張るね。そうオリジナル衣装嬉しかったです。どの曲が覚えなくるん、もうダントツ前のめりですね。いつかもまたもっともっとできるようになって踊りたいですね。本当に難しかった、ね、世界一難しかったでも踊れたのね、あ、よかったですね。ちまちゃんセンターだったし、あ、ありがとう689日ありがとうございます。うん、あとじゃあ5分やったら終わろ、20分までやったら終わろ。さやのメガネがはまるね、メガネね、そうあれね、衣装合わせの時にね一応全員分ねメガネ入ってるのよ、用意されてて、そう私もねなんかこうかけてみて、かけてみて決められるんですよ。その一応一人一個ずつメガネは用意してあって、
そう、私もね衣装合わせって言って本番までにこの衣装ちゃんと合うかなみたいな感じでなんか着てみるんですけど、その時に私も私の衣装セットの中にメガネ用意されててかけたんですけど、ね、笑えてくるぐらい絶望的に似合わなくて、でも似合う形とか似合わない形とかあるじゃないですか。でそのみんな用意されてたのが今日履いてたのが丸メガネなんですよ。あれ私もう死ぬほど似合わなくて爆笑したんですよ衣装合わせの時に。だからもうこれはもう却下ってなって書けなかったんですよ。もうびっくりした、絶望的に似合わなかった、トンボみたいだった、トンボ、そうトンボってあの虫のトンボね、そうトンボみたいな目になって、もう絶望的だった、本当に笑いが出てくるぐらい似合わなくて、あこれ却下だってなりましたね。でも人にはね、人の似合う形があるから、私はまん丸のメガネが本当に似合わなくて、こういうなんかちょっとこっちが落ちててこうなってるやつとかこういうやつは似合うんですけど、この本当に似合わなくて、本当に似合わなくて、うん、そうなんですよ。でもかけるのやめようってなってかけなかったんですけど、本当に写真も撮ってないです本当に。衣装合わせなのでもうその時はすっぴんだしボサボサの状況でやってるだけなので、もう本当に、いや本当に、あそう本当桃屋の CM だった、なんかね大きい丸縁メガネみたいなのってさ、似合う人はすごい、さやちゃんとかもさ、ね、似合う人にはすごい似合うけど似合わない人は桃屋になって、のさあのここのおじさんこうかけてるような、もうふさん桃屋だったダメだった、似合わなかった、そうだからかけなかったんですよ本当にね。危ない危ない、ご飯ですよの歌うところでしたよ、かけてな一人だけね、危ねえ危ねえ、いやほんと桃屋よ、みんなが制服を着た名探偵歌って隣で桃屋の CM やらないといけないところだったから危ないああ危なかったね、よかった、だから書けなかった。そうご飯ですよの CM やるところだった、あの人劇場の上で一人で桃屋の CM やってるって思われるところだった、あハートありがとうございます、ダメな制服を着た桃屋になるところだった、危ない危ない本当に危ないよ、名探偵じゃなかったよ本当に、制服を着たご飯ですよになるところだった、やだ、いやだ、そんなことないよってね見てないから言えるんですよ本当に、笑い自分でも笑けてきたもん本当に似合わなさすぎてね、似合う人には似合わなきゃ似合わない、桃屋になるとこね、危ない危ない、だからいつかそういう衣装とかであるときは桃屋の CM 出てくださいって言われてたかな、それは嬉しいね、ご飯ですよ大好き、でも桃屋で一番好きなのは辛そうで辛くないちょっと辛いラー油が一番好き、美味しい、みよまるがするとおっしゃる、そうみよまるさんとかも絶対ね似合いますね、でもうん今日は可愛い選手権だったから、そう可愛くしないといけなかったから、可愛くなかった、似合わなかったから私はだから着なかったです、まあいいや、ちょっと20分になったので終わろうと思います。最近ちょっと短くて本当に申し訳ない、本当に申し訳ないんだけど本当にごめんなんだけど本当になんか他
他のこととちょっと両立できないので、ショールームは時間がたくさんあるときにやろうと思いますのでね、ちょっとどうか分かってくださいね。ごめんなさいね、本当に。あ、ハートありがとうございます。とても楽しかったです。今日も皆さんはるばるちゃんと寝てくださいね。今日雪降ってるのでね、みんな凍えて死ぬから気をつけてくださいね。ちゃんと暖かいところで寝てください。ということで皆さんありがとうございました。バイバーイ。おやすみー。